注意してください。はい、ここで地震に関する情報をお伝えします。地震被害状況です。現在死者6,510人、行方不明者2,906人とのことです。昨日から亡くなられた方の数が大きく増えています。かなり厳しい状況になっているかと思います。行方不明となっている方々には何とか助かっていただきたいです。本日12時の時点で川瀬県で避難所に避難されている方が434,672人おられるということです。また援助物資が届いていない地域もあるということです。必ず救援はやってきますので頑張りましょう。避難所では情報が正しいかどうかわからないこと、普段通りの生活ができないストレスが重なって怪しい宗教めいた集団の勧誘に乗ってしまうことがあるということです。中には弱みにつけ込んで詐欺師のようなことを働く者もいますので、被災地での生活は大変だと思いますが注意してください。はい、ここで地震の情報をお伝えします。地震被害状況です。現在地震の情報を伝えI'm going to go to the next one.
ちょっといいですか？かなり疲れていらっしゃるようですが、困っていることや満たされないことはありませんか？人が不幸になるのを見るのが辛いんです。なるほど、それはお困りですね。私たちは震災で心が傷ついていらっしゃる方、困っている方、満たされない方のお力になりたいと思い活動をしているんです。私たちならばあなたの困っていること、満たされないことを解消できます。いかがです？素晴らしい活動をされていますね。私も協力したいです。あなたこそ素晴らしい方です。ぜひ一緒に人々のため頑張りましょう。さあ、私たちの仲間のところへ行きましょう。皆さん、新しい仲間です。ここには食料も水も何でも揃っているのよ。あなたは選ばれた人なんですよ。ここで十分癒されて、私たちと一緒に他の人々を助けてあげましょう。豊富な食料、明るい部屋、清潔そうな服装の人々、それらを見て私は。外で苦しんでいる人たちをここに招きたい。白妖様。白妖様。やあやあ、皆さん頑張っていますか？はい。白妖様、新しい仲間です。おお、これは素晴らしい。人徳がありそうな人だわ。少し休まれたら早速活動に入ってもらいます。よろしく頼みますよ。
あ、やっぱり。さっき紹介されている時に見覚えがある人だと思ってたんです。ここに入れてもらえて僕たちはラッキーですよね。ここの人たちはすごいんです。震災中なのに食料や水はたくさん用意してあるし、電源まで確保してあるんだそうです。だとしても何かうさんくさいわ。何でもここの主催者の方が事前に巨大地震が来ることを予言されていたとか。だからこれだけの準備ができたんだそうです。予言の詳細についてはここに書いてありますよ。春の時点でもう地震が来ることが分かってたんだから、すごいですよ。ところで君はもう寄付はしてきたんですか？寄付って何のこと？まだ説明してもらってないんですか？ここの活動を続けるために資金が必要なんだそうです。あの人たちに尋ねてみると丁寧に教えてくれますよ。僕は君に教えてもらったあの交通費を全額寄付しました。少しは世の中の役に立ちたいですからね。こんな親切な人たちに出会えて母さんも喜んでくれると思うな。家に帰れたら母さんにもここの人たちの会に入るよう勧めるつもりです。
Thank you.
この短期間に3名もの仲間を増やしてしまうなんて。こんなペテンが通用すると思っておるのか。わしは病気や怪我をしておる人がいるというから気になってきただけだ。何が寄付だ、何が勧誘だ。こんな人々が心身ともに傷ついている時にその弱みにつけ込みよって。わしは帰る。どいつもこいつも
何をするんだ、話せ。さあ、危ないですから中に入りましょう。たまにあんな自分勝手な人がいるんですよ。困ったものです。気を取り直して、あなたの活躍を白陽様にご報告しましょう。白陽様と直接話ができるなんてとても光栄なことですよ。失礼いたします。ノルマ達成の方をお連れしました。入ってもらいなさい。さあ、おかけなさい。活躍してもらっているようだね。ありがとう。世間では私のことをペテン師呼ばわりする者もいる。君もそう思っているんじゃないかい？あなたは変わった人ですね。ところで、あなたに頼みがあります。この団体を私の代わりに率いてもらえないだろうか。めんどくさそうだから嫌ですよ。そうですか。それは残念。もしも気が変わったら教えてください。あなたはいつでもこの部屋に入れるように皆に言っておきましょう。よく考えてみてくださいね。
この団体を私の代わりに率いてもらえないだろうか。わかりました。慎んで受けたまわります。ありがとう。世のため人のために尽くしてください。頼みましたよ。
あなたのような人がいるから世の中が殺伐としたものになるんです。まったくです。いい年してそんなこともわからないのか。代表、これは見苦しいところをお見せしました。このような分別がつかぬ大人は何とかせねばと思っております。その人をすぐに解放しなさい。え？なんですって？この男は団体の活動を否定するとんでもない輩です。解放などとてもできるものではありません。いいからつべこべ言わずに解放しなさい。はい、かしこまりました。やれやれ、ようやく体を動かせるようになったわい。
お前さんはこの団体の他の者とは違うようだな。ではこれにて失礼。そっちへは進めないよ。そんなこと、いつ誰が決めたんだ。わしは行きたい方へ行くのだ。アバよ。あなたは裏切り者だわ。私たちの活動は尊いものであるはず。なぜそれを否定した。みんな、代表が裏切ったぞ。ただで済ますな。裏切り者を始末するんだ。裏切り者め。家に帰る途中に余震があって塀が倒れてきて、申し訳ないけど私を家まで連れてってくれませんか。わかりました。家まで送り届けます。ありがとうございます。どうしたんですか、その怪我。あ、そこで塀が崩れてきてね。あ、この人に溺ってきてもらったのよ。京子さん、うちの中で休ませてちょうだい。それとこの人に何かお礼を差し上げたいの。でもお母さん、家の中まだ片付いていないのよ。怪我人を休ませておく場所があるかどうか。それにその怪我、ちゃんとお医者さんに見てもらった方がいいわ。おい、京子。あれ、お母さん、怪我しているのかい。家の中はまだむちゃくちゃなのよ。お母さんを寝かしたら、私たちの寝る場所がなくなっちゃうでしょ。でも、怪我してるし。お医者さんに見てもらえばいいのよ。病院ならベッドもあるでしょうし。お母さん、どうしたの。せいやはお家の中にいなさい。すみません、病院まで連れてってくれますか。勝手ですみませんが、息子夫婦に迷惑もかけたくありませんので。
わかりました。病院まで連れて行きます。ありがとうございます。サトシ、京子さん、それじゃ病院に行ってきますね。はい、よろしくお願いします。崩れてもおかしくないな。
この辺りにしまってあったはずなんだが。ん？お前さんは確か。
ちょっとあんたたち、この町じゃ見ない顔だな。あんたたちよそ者だな。なんでこの避難所に来た？このおばあさんの足の怪我を診療所で見てもらおうと思ったんです。怪我だと？そんなにひどい怪我なのか？そうは見えないがな。それにこの避難所は救援物資がしばらく届いていないんだ。よそ者が来て包帯や薬が使われたら、わしらが使う時に足りなくなってしまう。避難所を少しでも荒らしたら叩き出してやるからな。その人が増えると心配だわ。
おばあさん、怪我してるんですか？大丈夫ですか？お、痛そうですね。こっちへどうぞ。ルアン、先生呼んできて。どうぞどうぞ、座って休んでください。すみません、どうもありがとうございます。いや、いいですよ。困った時はお互い様って言いますからね。おい、どうした？ああ、君か。また会ったな。先生、このおばあさんなんです。痛みますか？よく我慢してこれましたね。折れてますよ。ダニー、ちょっと手伝ってくれ。あ、はい。動かさないようにしてください。まあ、命が無事なだけ良かったでしょう。ありがとうございます。楽になりました。体育館の診療所には入れませんでしたか？そうなんです。もういっぱいだと言われまして。そうですか。困ったもんだな。西先生、こんなところで何してるんだ？いや、こちらのおばあさんを見ていたんですよ。こんなよそ者や外国人なんてほっとけよ。それより、弟の怪我を見てくれよ。避難所のみんなは不安やストレスで限界だ。自分を守るのでいっぱいいっぱいなんだ。地元住民はより集まってグループを作ってる。彼らからすれば、他の町から来た避難者やダニーたち外国人はよそ者だ。先生、早く！今行きますよ。地元住民は体育館やグラウンドで車中泊をしている。よそ者は他に行くところもないから、ここで野宿するしかない。よそ者は本来いないはずの人だ。配給は必ず後回しで、ほとんど回ってこない。そのつもりでいてください。それじゃあお大事に。また痛むようだったら声をかけてください。そうだ、自己紹介がまだでしたね。僕はダニー、この町に留学生として住んでいたものです。
食料隠してるんだよ。きっと食料隠してるんだわ。
とどのぐらい残っているのかしら。てるんじゃない。
自分勝手で困る。
ごく燃えてるな。そんなことに。
く動いてるな。こんなことに。よく燃えてるな。よく燃えてるな。
これからどうなるのかね。
おお、ようこそいらっしゃいました。こちらにお座りください。それでは早速ですが、奇跡の水をいただけないでしょうか。お礼は何なりとお申し付けください。それじゃあ、あなたの不動産の権利書をください。ああ、お安い御用です。とにかく水を。ありがとうございます。孫の容体が落ち着きました。私も、私の家族にも奇跡の水を。私が先よ。皆さん落ち着いて。見たところ奇跡の水はなくなってしまっているようだ。ここは少し休憩をして、また奇跡の水を貯めておいていただきましょう。奇跡の水ね。奇跡の水様様ね。こんなところで何してるんですか？もうやめましょう。おい、今の話聞いたぞ。おい、みんな来てくれ。こいつが外国人と話しているのを聞いたんだ。
奇跡の水なんて嘘だったんだ。こいつみんなを騙してたんだよ。なんという悪人だ。人の弱みにつけ込んでこんなインチキで自分だけ甘い汁を吸おうとは。脅されて無理やり。なんだと。貴様どういうつもりだ。私たちを陥れようとしたのか。よそ者のお前たち、仕方なくこの避難所にいさせてやっているのに恩をあだで返すつもりか。もう許せねえ。みんなここから追い出そうぜ。